はいどうも、しげぞうのケアマネ試験対策講座ということで、今回は国、都道府県、市町村の役割について説明していきたいと思います。まずですね、介護保険制度の仕組みということで、保険者、市町村及び特別区があって、で、被保険者、ね、第1号、第2号、これが保険者に対して保険料を納めますと。で、保険事故ですね。要支援、要介護認定を受けて、ケアマネジメントを受けて、保険給付が受けられますよと。介護給付、予防給付、市町村特別給付を受けるということで、介護保険制度が成り立ってますよということなんですけども、今回は、この保険者ですね。これについて、詳しく見ていきたいと思います。で、保険者ってのは、市町村ですね。で、市町村をね、バックアップする、サポートするのが都道府県。そして基本的な指針を定めるのが国ということで、国、都道府県、市町村、これそれぞれね、役割分担をしてるわけなんですけれども、これについて見ていきたいと思います。まず国ですね。国は法令を制定したり、基本的な枠組み、基本指針、これらを、キーワードですね、定めるのが国ということですね。そして都道府県は、市町村をサポートする役割として、広域的な事務だったり、高度な技術、専門性の高い事務だったり、市町村を支援するという役割を都道府県が担っています。そして保険者、市町村は要介護認定だったり、保険の給付、それから保険料の徴収だったりをするのが市町村ということですね。そして市町村の役割、保険者の役割、これもっと詳しく見ていきますと、保険者として介護保険事業計画の策定、それから地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス、居宅介護支援、介護予防支援事業者の指定、これらの事業者の指定をするのが市町村。それから、介護認定審査会の設置。要支援、要介護認定の事務。それから、地域包括支援センター。地域包括支援センター運営協議会の設置。それから、地域支援事業、市町村特別給付、保健福祉事業の事務。それから、第1号、被保険者の保険料の算定、徴収、減免、猶予などを行います。ちなみに、第2号被保険者の保険料は、各医療保険者が、徴収するということになってますね。それから、都道府県の役割見ていきます。これは、介護保険事業支援計画の策定。先ほど、市町村は介護保険事業計画と、このなってましたけども、都道府県にはこれ支援が入りますね。そして事業者の指定として、居宅サービス、介護予防サービス、施設サービスの事業者の指定を行う。それから介護保険審査会の設置。それから介護支援専門員の養成、ケアマネージャーですね。ケアマネージャーの養成をするのは都道府県。それから財政安定化基金の設置。介護サービス情報の公表。それから、指定、市町村事務受託法人の指定を行うのが、都道府県の役割ということになります。それではね、いろいろありましたけれども、これ問題を解きながら、頭に入れていったらいいかなと思いますので、問題を確認してみます。都道府県は、介護保険事業計画を策定する丸か×か。都道府県は介護保険事業計画を策定する丸か×か。答えは×です。ございますね。都道府県は介護保険事業支援計画を策定するということで、この支援が入りますね。介護保険事業計画は市町村。介護保険事業支援計画が都道府県ということで覚えていただけたらと思います。あともう一問。市町村は
介護サービス情報の公表を行う丸か×か。市町村は介護サービス情報の公表を行う丸か×か。正解は×。介護サービス情報の公表を行うのは都道府県の役割ということですね。ね、広域的な事務として、ね、各市町村がね、このバラバラに情報を公表するんじゃなくて、都道府県がこうまとめて情報の公表を行う。その方が効率的ですよね。都道府県が介護サービス情報の公表を行いますということですね。以上ね、国、都道府県、市町村の役割分担というところを見ていきました。ね、なんかこう思いますに、こう、鬼滅の刃で例えるならば、国って親方様、そして都道府県が柱、そして市町村が各鬼殺隊みたいなイメージを持ってるんですけども、ね、国である親方様が、ね、基本的な指針を決めると。ね、鬼を倒せみたいな命令をするわけですね。そしたら都道府県、ね、柱が、ね、各鬼殺隊に、ね、指示を出すわけですよね。こう柱がね、こう各鬼殺隊をバックアップしながら鬼を倒すということで流れになってるかなと思います。ね、以上、国、都道府県、市町村の役割について説明をしました。はい。以上でございます。